でもさ、あれだよね、今日公園でさ、いのちゃん、わかなちゃん、おめでとうって人いたよね。あった、ゆうりは？思った、きゅうりはってなったけど、うちわがあった。もう、成人式ね、ニセスパさんがいなかったの。え、思った、ふかさんどこ？ふかさんどこ？そう、古川さんはどこですかって聞いたんですよ。そしたら今日はいないのって言われて、ガーンってなった。写真撮ってもらおうと思ってたのに。成人式でさ、びっくりしたのがさ、うん。あれでしょ？大玉君。りんたちさ、大玉君もさ、大玉君もあるけどさ、りんたちさ、うん、何時だったっけ？あの、そもそもの神社に行く時間が遅かったから、うん、あ、そうね。同じことしないで。何してたんだ。今はマックです。お金もそれさ、うん。リノたちが、なんか、事務所に着いたら、まずリノ一人しかいなくて、あ、11時入りだったから。待って、リノのさ、影何？え、これ、あの、リノの天井のライト。ねえ、怖い。一人だよ、中影怖い。怖いよね。ねえ、怖い。こんなの夜見たら、私ね、スクショしとこう、怖いから。ねえ、怖いんだけど。見て見て見て。怖い。犬のさ、犬に電気わかるよね。わかる。あれ、そんなだけなの？だってないよ、本当に誰もいないよりの、家に。影影。怖くない？めっちゃさ、筋肉マッチョの人みたいなんだけど。このライトが、このライトが影になって、そうそう。筋肉マッチョみたい。怖い。めっちゃ筋肉あるじゃん。しかも。お父さんがずっと見て、マジで誰もいません、本当に誤解されそう。動いてないから生きてるなんて思わないよ、いくらね。ずっとさ、少女の中さ、見てるかもしんないじゃん。いないだろ、絶対。怖い、怖い、怖い。ね、怖いもう確かに、もう慣れてしまった。もうみんな何も言わない森なの、ファンの人。怖すぎ。そうそう、でもね、そう、あの、成人式の話なんだっけ。成人式がさ、で、今11時入りで、で、めちゃくちゃ遅いじゃん。多分みんな朝からやってる成人式だからさ。そうそう、で、11時だと思って、それで、で、事務所って言ったら誰もいなくて。うん。で、そんで、そしたら30分遅れ、若菜がなんか、のこのこやってきて。あ、みんな11時だったの？うん。はい、いや、私11時半。そうで、それで、のこのこやってきて、なんでこの二人が早いのみたいな。今がずっとさ、でもさ、なんで自分が早いのかわかんない。ずっと楽屋にさ、パチドラのメンバーと一緒に座ってましてさ、うん、そしたらさ、あの、なんだっけ。マネージャーさん。マネージャーさんがさ、りのちゃんみたいな。りのちゃんとわかなちゃんは準備が遅いんだから、早くメイクしなさいみたいに言われてさ。そう。二人で入り時間が早かったよね。うちらは、ね、1時間ぐらい遅いから、早く入れさせられて、早くメイク。でも間に合わなかったんだよね、それでも。みんな間に合いました。それだったらめちゃくちゃ。着付けの、ね、方がね、少なくて人が、2人しかいらっしゃらなくて。ね、そう、それはね、あったね。人手が足りなくて、結局間に合わなくて怒られたの。でもしょうがない、でもうちら最初からあったよね、間違いなく。そうよ。そう、だからしょうがないんですけど。でもメイクもさ、暇だから足しちゃうんだよね、めっちゃ。あの、LINE 送ってても見えないから。あ、そうか、そう。今、ピコって LINE 送ってしまった。え、スマホ？スマホで配信してるの？いつも。スマホで配信してる。iPad は？ iPad？ 今、充電してる。12% しかなかった。コラボびっくりだって。仲良しなんですけど。マジで。え、ちょっとショールームしない？今、電話しててさ、そう、お家に帰りながらね。うん。そしたらさ、ギリ、ほんと、ギリギリまで電話してたよね。え、1分くらいまで電話して、私は電話切って、うん、このショールーム場所に移動してきて、うん、あの、アルフォート持って。リクエスト。そう。中吉だった、すごい。なんか、おみくじ。私、おみくじ引きました。おみくじも知らないの？おみくじ。何？いっぱい見たよ、りのさん。おみくじも知らないの？おみくじ知らなかった。おみくじ、私は、成人式のとこで引いたのは吉だったの。でも、その後行った神社で大吉だった。りの、小吉だった気がする。
どっちが上？吉の方が下じゃない？吉、小吉、中吉、大吉じゃないと。わかるんじゃない？末吉は、わかんない。ちょっとわからんね。あの、なんか、微妙そうだったことしかわからん。なんか、大吉以外微妙だからね。わかる。もう、あとわかんないよね。でも、大吉のところさ、見てさ、覚えてるのはさ、私、あの、争いに勝つって書いてあった。私も、それだけでも満足してしまったよ。勝つ。わかんないと仲良かったら強い。私、今年勝つ女。大吉の次が吉だって。私、めっちゃじゃ、今年やる。あ、そうなの？めっちゃいいね。え、そうなん？私めっちゃすごくない？超強いわ。絶対に争いに勝つ。めちゃくちゃすごいわ。勝つ。勝ちます。そう。でもあんま神社行かなかったね。今年。何も行ってない。ね、なんか初詣が成人式かも。ありのもありのも。そう。それくらい、この区間もいただきたい。うん。あー。今日真っ黒人間、りの。グレー人間。知らず、知らずに。りの、明日公園出ないからあれだね。合わないじゃん、じゃあ。スケジュール違うよね。あ、今まで全部一緒だったからさ。ね、16は？います。あ、ゆかさです。もうあと一緒じゃないじゃん。いや、17、18、あ、いや。じゃあ、福岡いないじゃん。そうなんですよ。え、やばいかもしれない。練習しないと今日、福岡を全部今日ね、練習しない。今はもう2公演疲れた。ねえ、大変だ。マッサージのさ、ところにたりの夜公演の隙間でもいいよって書いてあった。そう、見た？うん。そう、本当に夜公演の隙間に来てくれた。私はもう、昼公演の人が頑張って、楽園踊ってる時にもう、やりました。やってもらいました。うん、あ、もうスマホいじり始めてしまった。大事そういうの。オフモードのりのちゃん。はい。そう。せっかくね、暇な人いるなってやった方がいいからね。ね。効率的に。ねえねえ、大吉中、大吉と吉と大吉。中吉のパターンがあります。大吉、吉。中吉のパターンもあるらしい、いろいろ。え、じゃあ、なんかそのパターンが違うんだ。なんで一緒じゃない？ね、統一してほしいよね。ね、それはそうなのよ。それはそう。それはそう。でも私、今のこのおみくじは中吉だった。大吉あるの？見たことある大吉。ヒロ？うん。あるよ。ある？このショールームのやつで、うん、あるんや。あるある。なんかね、ショールームのやつね、うん、大吉のおみくじ1個1000円するのをなんか10個投げたら全部大吉だったっていうファンの方が実験してた。どういうこと？え、 10円にしたら全部大吉になるってこと？うん、中吉。 え、じゃあ、だからそう、出る目によって値段が違うってこと？そう。あれやろ？だから、充電したのよ、その方が。はいはい。したら全部大吉だった。うん。めっちゃ運がいいってこと？でも今の方、多分システムじゃない、そういう。じゃあ、大吉だったの充電すればいい。そう、確率に出る。でも全部大吉だった。その時は、そんなセレブなことは、おもろしちゃダメだ。そう、でもし始めたんだもん。かわいいだって。でも今、だから、王子が中吉、おみくじ2回単品で投げたけど。あ、じゃあ2じゃダメなのね。連続で投げないと、もったいないんだ。うん、え、今
今日は HKT の日らしいよ、若な。どういうこと？あ、ピックアップデーみたいなやつ。HKT の日。そうそうそう。またま。待って、10個全部が今日の人を見たことあるよ、だって。10連して全部。やばくない？すごい。でも投げるのやめるんだから。すごい、HKT の日だ。だからみんなこんないっぱい、なんか熊さんとかくれんの？あら。そうだ、ガチャ、あ、待って、今回のやつあれが可愛かった、アバターのさ、衣装が。え、それさ、あれみたいなやつ？あの、着物みたいなやつ？もしかして。違う、あ、それは成人式のやつ。村上は、成人式は成人式だからさ、着物のやつあんだよ。みんなゲットしましたか？ちゃんと。え、ゲットしてよね。今ね、佐世保のてっちゃんが着てるよ、わかるのやつ。わしも、こっちに来てくれた前よ。佐世保のてっちゃん。佐世保のてっちゃん？着物は当たらないんだって。え、じゃあ私がいたのは白い衣装。なんか残念少女みたいな衣装だった。え、そう、めちゃくちゃ可愛い。うん、可愛いなと思って。でもそう、成人式のメンバー着物柄の。みんな着物を当ててよ。頑張ってよ。それ絶対。うん。だって、一緒で一回しか手に入らないんだよ。そうやな。この二人が並んだら、カースト上位感がすごいってコメントにある。陰キャなんだけど、本当は。そう、本当は陰キャです、この方。本当は陰キャです、そうですか。喋りません。やば、みんな今年の運を全部今使うんだ。うん、使ってしまえ。使ってしまえよ。イエイイエイ。なるほどね。全然いないわ、着物そもそも着てる人が、こっちに。なんか、わからない人いっぱいいるよ。じゃあ、何でそんなとこんの？てっちゃんと、たくみ。誰や？こっち来いやい。てっちゃんとたくみはこっちに来なさい。コメントしてあげて。そうよ。今、忙しいかな。23日誕生日に会えるだって。すごっ！運がいいですね。そこで使ってしまったのですね。やばーい。つかまだショールームの中では明け止めなんだね。よかったよかった。このブームに間に合って、これいつまで明け止めなんだ？思った。そろそろ終わっちゃいそうだよね。でも、よかった、この期間にできて。せめてね、まだ明け止めに配信させて。タカさん、クマタワーありがとう。あら、素敵じゃないの。まん。ほんとだ！たくみが来てくれたよ。でしょ？かわいくない？うん。かわいい。なんか成人式と卒業式の隙間みたい。かわいいじゃん。でも、リノのやついない。え、それ今日限定なのかな？いや、多分この期間限定。頑張れ、リノ。リノのファンの人。佐世保のてっちゃんも来た。てっちゃんも来たって、みんなすごい。リノのね、ファンの子、誰もリノのやつ当ててくれ。みんな当てるんだ、リノが怒るぞ。リノがプリプリする前に。当てるやー。当てるやー。でも、あと6分、6分あるんで、でもまだ。え、6期生がたくさん出ます。何期生？6期がいっぱい出るって、みんなアバター。え、6期生多いからじゃない？一番多いからじゃない？まあ、それはそう。え、5期もさ、めっちゃいっぱいいんなと思ったのにさ、6期を見てさ、わ、こんなに滑るの少なくなったよね。10人でしょ、今。今日の炭酸はこれです。おかしいシレモンです。お、15分経ちました。え、なんかさ、劇場でさ、振袖の写真を売ってるんだって。したらさ、ファンの方のさ、ツイートでさ、ほんとこそかわかんないけどさ、なんかスタッフの人がさ、私のさ、やつをさ、めっちゃベタ褒めしてましたよって、リップに書いてあったの。え、ほんとに言ったの。恥ずかしいんですけど、誰ですかスタッフの。どの、誰ですかでも、マジでわかるの。振り袖かわいい。でも、リーはさ、めっちゃ王道だったよね。もう、ザ王道だったよね。うん。リノ絶対だと思った。本当に。あれ、本当なの？恥ずかしいんですけど。その、私、おりのちゃんが出たんだって。かわいい。一人やっと出たよ、タカさん。おめでとう。よかったね。かわいい。
ほんとだ、りなちゃん。あ、女性の方だって。女性の方だったらいいか。誰女性の方って。熊タワー。ね、誰だろうね。え、でもさ、劇場のとこ行ったことなくない？そう思うと。オープンしてからさ。そうそう、あの、ね、何もない。誰がいるんだろう？何してんだろう？そうそう。推しドリンク飲みたい。飲みたいね。また飲もう、今度。今度頼もう。次。だだ、だだこねって。うん。16か19か。昔、だだこねまくって。でも、あの時は2回公演だった、確かね。違ったっけ？そう。いや、でも、毎日公演してからって言って。2回公演頑張るからって。そう。推しドリンク飲まないと頑張れないって。で、今日もう CC レモンがどうしても公演の前、あの、夜公演前に飲みたくて、CC レモン、CC レモンって言ったら、買ってきてくれました。私は1000円払いました。炭酸飲みたすぎてさ、1000円で高い CC レモン。でもさ、お取り寄せも買って。本当に美味しい。マーニーズ飲んでる最近。ダメだよね、こんなの飲みすぎて。反省反省。事務所にあったら飲んじゃうよね。いや、そう、飲まないともう、元気になれないのです。もうみんなで言うとこの仕事終わるのビールだよね。ああ、ね、そうね。CC レモンは。早く成人して。そうよ、あと3ヶ月。だって3月になってもダメなの。4月になるまでさ、待ってもらわなきゃダメなのよ。待っときます。ね。じゃあ1回のランキング読むね。なんでいいよ、じゃあ。13位がみとちゃん、12位がたくみけん、11位がおかも。10位がもぐもぐパクパク、10位が9位がコブさん、8位がノルタン太郎、7位がガオ、6位がタクミ18、6位、5位がニシプ、4位がニャオン、3位がコージ、2位がタカさん、1位がフセボのてっちゃんでした。おめでとうございます。わしも読みました。2人のおめでとう。おめでとう。読みますよ。はい。佐藤久夫さん、しげもんさん、クロッピさん、ごうめいさん、ゆかりんさん、佐世保のてっちゃんさん、あ、ありがとうございます。黄色いぞうさん、とみおさん、えゆりかさん、チェンさん、にしぷーさん、ブランさん、大阪のターさん、ありがとうございます。イエーイ。イエーイイエーイ。いつまで配信しよう。よー。今何分ですか？58。お、じゃああと1分半くらいですかね。ルンルン。また私は一生懸命。おやすみなさい。アイアライブまでに1回くらい配信を頑張りますね。あいしな。アイアライブ終わった。アイアライブ後は疲れるか。ね、疲れてるから、だからまあ、千秋楽までに2回を目指します、じゃあ。お、すごいすごい。千秋楽。21までだから。5日間くらい持つとあるか ?1 週間 ?1 週間に週2を目指しますね、私。毎日まだやってる配信。お、言いましたよ。いや、マジ、今やってるって、きつくなったらコラボしようや。そうしよう。呼んで。そう、私、あの、メイクじゃなかったら、ここからさらけてた。無理かも。私が今、2人分喋って終わらせる感じ。ちゃんと私、こう、2回に、こうやって映りながらやるから。アイアライブを楽しみにして、リーコはお留守番をしてください。いいな、楽しかったな。リノもさ、やればよかったのに。それな、規制めっちゃいっぺんだよな。そうなんだ。え、思った思った。しかもさ、めっちゃさ、リノと仲いい人がいっぱいいるからいいなと思って。仲いい人しかいない。だってクリナとヒナと私とヒジリだよ。そう、だからそこにさ、リノさん、みんなそっち行っちゃうからめっちゃ福岡寂しいんだけど。そうよ。こちらは盛り上げとくわ、一人で。よろぴこ。配信だね。バイバイ、終わり？